日本一の高さの石垣を持つ丸亀城。石垣の頂上からは丸亀の市街地や瀬戸内海をはじめ、さぬき富士と呼ばれる飯野山などが一望できます。毎年2月にはここ丸亀城下を1万人のランナーが走る香川丸亀国際ハーフマラソンが開催されます。昭和22年から続く全国でも有数の歴史を持つ大会です。四国電力は電気自動車によるランナーの先導のほか、元実業団選手だった社員を中心にペースランナーやジョギング教室のコーチとして大会運営をサポートしています。実業団で陸上部走った選手から市民ランナーの方まで幅広いねペース配分でペーサーということでお願いをしたんですよね。そしたらもうやはりやってみたら参加ランナーの方には大評判で、とても走りやすかったですという言葉をその後何度も何度もいただきました。ペースランナー頑張るぞ。走りやすかったですね。非常に声かけてくれて最後、きっちりペース刻んでから非常に助かりました。目標を達成できて大変ペースメーカーに感謝しています。ペースランナーがいなかったらもう絶対無理です。なんとかゴールすることができました。最後まで頑張りました。走りやすかったです。目印になりました。ゴールできて本当に嬉しいです。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。また来年もぜひ、続けて、一緒に。ありがとうございます。これまでもこれからも幸せの力になりたい。